どうも皆様こんばんは。中川智之でございます。中川智之の日本の方角の時間がやってまいりました。さてさて、まあ、今回ですね、2回目ということで、先月から始まりましたけども、まあ、日本の、古い曲、いろんな曲ですとね、そして日本の方向性ということで、日本の方角ということで、まあ、この国の成り立ちなんかをね、まあ、こう考えるきっかけになればということで、スタートしまして、前回は明治の頃の曲をやりましたので、今回は、ね、大正時代に、まあ、こうスポットを当てるというか、大正時代を、まあ、いろいろと歌っていこうと思いますが、まあそうですね、前回明治45年、まあ、大正元年の年ですね、その時にその明治の終わりの頃に涼歌が流行ったという話をしてですね、その三大涼歌があると、一高三高北大といって、その北大の涼歌を、ね、かなり未完成な形で終わらしちゃったんで、まあ、明治45年の曲だから今日やってもいいかしらと思いつつ、まあ、明治45年大正元年の流行歌で北大涼歌都津弥生からいきたいと思います。都津弥生の雲紫に花の形漂う海のむしろ、月せぬおごりにこきくれないや、その春くれてはうつろい色の夢こそひととき青き茂みに燃えなん我が胸思いを乗せて、星影さやかに惹かれる北を、人の世の清き国ぞと憧れる。都津弥生でした。どうもありがとう。まあ、誰も知らなかったと思いますけどね、この曲、都津弥生って、北大、まあ、札幌農学校ですね、当時は、北大の涼歌として、北海道出身の方なんかは、やっぱこの曲を好きな方が結構多かったんですね。いや、若い人じゃなくてね、私、高齢者の方の、ね、施設でずっと音楽療法という仕事をしてたんですよね。で、そこで培ったというか、まあ、いろいろ教えてもらってね、自分でも、まあ、調べたいろんな古い曲をですね、こう年表を立ててやってみたらどうかということで、まあ、これを企画が始まったんですが、まあ、そんな中で古い、まあ、その高齢者が好きな曲を中心に、まあ、ピックアップはしておりますが、都津弥生という曲、ただやっぱり北海道ではない方はあまり知られてないのも確かですね、都津弥生です。涼歌はほとんどマイナーな歌が、マイナーキーの曲が多いんですけど、これは珍しくメジャーキーで、しかも結構こう歌詞の、ね、世界観が素晴らしいですね。自然をこう風景が、自然の大自然の風景がね、目に浮かぶような綺麗な詩でありますが、さて、そんな明治45年です、いろんなことがありました。まあ、最近といえば、そう、タイタニック号がね、今年で100周年とかね、100年といって、まあ、その年ですね、タイタニック号が沈没してます。4月に沈没しております。その時はまだ明治ですね。そして、ちょっと前に南極大陸というドラマがありましたけど、まあ、その中でもちょっと出てきたとは思いますが、しらせという、なんだっけ、陸軍中尉がですね、初めて日本人で初めて南極大陸に、到着したというのもこの年でございます。そして、清朝が滅亡してですね、中華民国が、成立、そして7月に、明治天皇死去ということで大正ということになりますが、そういえばこの間神谷バーのなんだっけ、電気ブランをね、ここで飲みましたけども、その神谷甚兵衛という方がですね、銀座じゃなくて、だから浅草かな、日本の初の西洋風バー神谷バーをオープンしたのもこの年ということで、そして、日本活動写真日活が、創立したのもこの年です。あと前回フォード T 型がね、明治の終わり頃に発売されたって話をしたと思うんですが、そのフォード T 型を6台を、まあ、集めてタクシー自動車株式会社設立、日本で初めて、いや、東京で初めてのタクシー会社、まあ、タクシーが生まれたという年が、大正の元年ということです。さて、では1913年大正2年ですね、まあ、そういえば前回森永ミルクキャラメルではなく森永のキャラメルができたという話をしたと思うんですけど、この大正2年にミルクキャラメルという形になった、今のキャラメルの形が大正2年からなんですね。でその時はでもまだなんていうかこう子供用というよりは大人のそのタバコの代用品みたいな形で
打ったみたいです。なかなか売れなかったらしいんですね。あの森永と豊久一郎だとかちょっと名前と忘れしましたが、その創業者の方がキャラメルにすごくなんか愛着があって、なんとか売り出したいんだけど、なかなか売れないと。あの手この手を変えた時に、この時にミルクキャラメルと出して、タバコの代用品としてっていう形で売ったらしいんですが、まあ、そんな大正2年の、流行歌というか、まあ、あの流行った歌を2曲いきます。まあ、まだこれは文部省唱歌ですね。海という曲ですか。あの海は広いなではない方の海ですね。その多分この海っていうのがもともとあって、それが子供には難しいということでカタカナ表記 の、 あの海ができたのかもしれません。まあ、こんな曲です。松原遠く白穂の波に向かう星網高くして顔目は低く波に飛ぶ見よ昼の海見よ昼の海さて、もう一曲、城ヶ島の雨という歌がこの年に出てるみたいです。北原白秋の初期の頃の作品ですね。こんな曲です。雨が降る降る城ヶ島の磯に行けれずにの雨が雨は真珠か夜明けの霧かそれとも私のすすり泣き船はゆくゆく鳥屋の花を受けてほあげた主の船船はのでやる歌は歌でやる歌は船頭さんの心意気雨が降る薄曇る船はゆくゆく穂が霞む。城ヶ島の雨でした。ありがとうございます。まあ、ちょっとね、硬い歌な感じがします。あの利休ネズミの雨が降るというね、まあ、すごいあの世界観です。あのネズミの色、利休の中にネズミが出てくるのがあって、そのネズミ色とその曇り空のネズミをかけたらしいんですが、まあ、城ヶ島の雨という曲でした。さて、1914年大正3年になりましてですね、東京大正博覧会というのが催されます。3月に行われたみたいですけど、上野公園にそれができたと。逆に言えばその上野公園というか、その万博とかその博覧会の後の公園なんでしょうね。不忍池のこうどこにこうロープウェイがガーッとかかったりとか、日本の初めてエスカレーターが登場したりとか、あと国産車第1号の D-1号改新車という会社が作った、まあ、車ができたり、そして先ほどのキャラメルがあのその時のお土産として発売され、ミルクキャラメルがまあ大人気ということ、ここからあの、まあ、人気が出たみたいですが、そんな大正3年です。明治の44年に帝国劇場がオープンしたところですね、いろんなオペラとかもやってたところに、島村芳月という方が率いる芸術座という劇団が、その、復活という舞台をやるんですね。トルストイだったかな。でそれで、看板女優の松井素直という方が歌ったゴンドラの歌、あれはカチューシャの歌、カチューシャの歌がこれは大ヒットするわけです。当時まだレコード、まあ、そのレコード発売したのは実は翌年らしいんですね。
あのこの歌いいぞみたいに演歌師という方々がですね、あの方々で歌って、まあ、口伝えで広がって、そしてじゃあこんだけ人気があるからレコードを出そうということでレコードを出すみたいですね。まだ蓄音機がそんなに普及してなかったから2000枚ほど売れればもう大ヒットという時代に2万枚売れたそうですかね。そのカチューシャの歌いきます。カチューシャかわいい別れの辛さ、せめて淡い雪溶けぬまと、神に願いをららかけましょうか。別れの辛さ、せめて人ように降る雪の、明日はの山のなら道隠せ。高齢者の方には大変人気がある曲です。まあ、この年ですね、宝塚少女歌劇というのもできたみたいです。あの宝塚歌劇団の前身でしょうかね、宝塚の、 あの温泉のなんか温泉宿があって、そこに余興かなんかを始めるということで始まってから、まあ、宝塚歌劇に発展したみたいですが、この年に一応できたみたいです。そして大正3年だともっと大きな事件があります。想像つきます？第一次世界大戦ですね。オーストリアの皇太子が暗殺されるサラエボ事件というのがきっかけにですね、そのオーストリアとドイツ、オスマン帝国、今のトルコですかね、そしてブルガリアとなる中央同盟国と、三国協商というと、まあ多分商業的に提携を結んでたイギリス、フランス、ロシアの対立になり、そしてそのイギリス、フランス、ロシアの連合国に日本、イタリア、アメリカが参戦をして、世界大戦というふうになったと。まあ、でも日本はどちらかというとそんなに参加はしてるんですけどね、そんなにその戦争にどんどんやったっていう感じじゃなかったみたいですが、というか、まあ、あの日本なんかではあの三越が新装開店オープンして、まあ、そういうエスカレーターライオン像がもうできたりとか、今日は帝劇、明日は三越なんていうようなことわざというか、まあ流行語があったり、そして東京駅が開業したのもこの年みたいですね。あの今年すれば東京駅ね、なんかあの当時の形で復活したのかするのかなってますけどもね、この時にできたということですが、あとこの年のでは、大正3年の、これは有名な曲です。皆さん知ってるような、これ流行歌というか、これも文部省唱歌なんですけどね、ふるさとですね。うさぎを石かの山、こぶが釣り鹿の川、夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。志を果たして、いつの日にか帰らん、山は大きふるさと、水は清きふるさと。ありがとうございます。毎度おなじみって感じがします。このふるさとという曲、今1番と3番歌いましたね。あの、まあ、あの志を果たしていつのしか帰らんというね、なんか日本人なら誰もが思うような、そんな雰囲気がありますけども、これを作った高野高之だったかな、そして岡野定一という方が作曲、この2人は非常にコンビでいろんな曲を作ってます。他にも、例えばなんだっけ、朧月夜とかもですかね、
まあ、その高野孝之って方が奈良の出身の方ですね。だからこの曲歌にはふるさと、そう、このふるさとの歌を聴いてね、日本の人たちがいろんなふるさとを思い浮かぶんだけど、このふるさとには海っ気が全くない、全部山なんですね、やっぱね、長野の方だから。でその地元になんか有力者の娘さんに恋をしてね、まあ、その嫁さんに欲しかったらしいんですが、その子のお父さんにすごく反対されると、なんかそういうね、あの、まあ、作詞家というかそういう仕事してるやつにやらんみたいなね、だったら東京でね名を上げてね、馬車で迎えに来るぐらいに要は金持ちになったらやってやろうというふうに言ったらしく、でそれを実現させたらしいんですね。だから志を果たしていつの日か帰らんだ、そういうことだったみたいですね。まあ、それだから、あ、こういう歌だったんだっていうねところなんですけど、まあそんな話もございますが、さて、それでは続いて1915年大正4年の話題を一曲、こちらですね、早川徳次という方が早川兄弟商会金属文具製作所という、まあ、長ったりしないんですけどね、そこで、今でも使われている文房具を開発しています。なんだかわかりますでしょうか。早川式、繰り出し鉛筆というのがあります。想像つく？シャーペン。シャーペンです。そうです、シャーペンですね。今の要は早川徳次という方がシャープの創業者なんですね。でこの時にその、繰り出し鉛筆とするシャーペンシルを作った。この方はもともとあの、なんだっけな、まあ、生い立ちがいろいろ、なんか両親が亡くなったかなんかで、そのどっかにもらわれたというか、その親戚のとこに扱われたんだけど、そこであまりいい、あの、いい扱いを受けなくて、それを見かねた近くにいたその金物屋の職人さんに引き取られて、でそこで金物屋というか、こういう金物細工っていうかね、このかんざしとかな、そういう。鉄細工っていうんでしょうかね、そういうものの技術を身につけて、その技術でシャーペンを作ったみたいですね。さて、まあ、その大正4年、先ほど芸術家がですね、まあ、カチューシャの歌が大ヒットしたので、もう一曲、もう一回ヒットを飛ばそうとして、その前夜という舞台で、作った歌がゴンドラの歌でした。という情報もありますけども、現在においては多分カチューシャの歌よりこちらのゴンドラの歌の方がね、世に残っている感じがします。まあ、というのも昭和35、6年ぐらいに黒澤明の生きるという映画でね、これが使われたりとか、まあ、あのそこそこ歌われているからかなというところはありますが、では、続いて1916年、大正5年になりまして、この頃ぐらいから大正デモクラシーという言葉が、言われるようになる。まあ、ただ大正デモクラシーはどこからがそのっていうのはいろいろ諸説ありまして、はっきりはしてないみたいですけども、まあ、背景にはそのいろんな君主制国家が倒されてですね、いろんな革命が起きているようなことを、まあ、大正デモクラシーというんじゃないかっていう話もありますが、現代まであるものとしては大ごみ、合資会社というのができてですね、そこが何を作ったかというとカルピスの開発をしてたそうです。そして東京菓子という、まあ、会社を設立して、それが後の明治製菓なんですね。明治製菓って明治の時にあるわけじゃなかったで、大正の時にできたみたいです。そして、夏目漱石が死んだのもこの年と、東京、大阪の方から先だとかね、アドバルーンなんかが登場したのもこの年だそうです。そして、先ほどのシャープなんですけどね、スクリューペンシルという名前からシャープペンシルという名前に変えたというところで、そのシャープペンシルというのが日本では受けなかったんですね。冷たいとか、その和服に合わへんと言われたんですけども、なんかアメリカの方ですごく売れて、どんどん輸出で、儲かったみたいですね。さて、翌年です。大正6年、ロシア革命が起きます。ニコライ2世が退位、そしてレーニンがソビエト社会主義共和国連邦を、立ち上げる。
まあ、私有財産とかを没収し、土地、銀行、交通機関など産業を全部国有化し、まあ、産業じゃなくて、共産国が できたということですね。さ、そんな時に日本では駅伝が初めて行われたみたいですけど、この初めての駅伝がすごいですね。京都から東京まで3日間508キロぶっ通して走るらしいの。どういう形でやったか知りませんけど、そういうのが ありましたね。記述で東海道53次駅伝と競争というのもあったみたいですが、まあまあ、そんなのが大正6年。そして、大正7年に入ります。大正7年はですね、まあ、いろいろありますけども、まず、米価の高騰で民衆暴動、米騒動というのが起きます。明治の23年、30年にもあったみたいですね。この年にもあったと。で、結構全国的に広がったのは、まあ、新聞なんかで結構ね、こうある意味民衆を騒ぎ立てたというか、はなんかこう後押ししたんじゃないかと。まあ、今日ここ銀座に来るときにね、あの国会周りでものすごいデモを見たんですけど、ああいう報道一切されてないわけでね。当時は多分ああいうのをどんどん面白がって報道したのか、もう面白がってかどうかわからないけど、それで日本全国に普及したんじゃなかろうか、そんな風にちょっと思っちゃいましたけど、そして大正7年スペイン風邪が大流行です。インフルエンザがやってくるんですね。そして、シベリア出兵なんかも始まります。でこの時にですね、まあ、ロシア その要は監視ということでアメリカと共同出兵をするんですけども、この年にドイツが降伏して大戦が終了するんですね。第二次大戦が終わるんだけども、日本軍は駐留したとか残ったみたいなんですね、シベリアに。そして結構そのもう陸軍が暴走気味だったんじゃないか、いろんな、これもいろんな話が出ておりますけども、そんなことがあったみたいですが、そして、東京、まあ、日本では、ね、赤バイという登場、白バイの前は実は赤バイだったらしいんです。警察にバイクが、車両が、まあ、導入されて赤いバイクだったと。そして女性に免許が、まあ、交付されるようになった。そして、あと松下が創立したみたいですね。松下電気器具製作、所というのが、まあ、大阪の方で、まあ、創業は前年でこの年創立みたい。でその松下の、まあ、主力の商品というのは電気ソケットだったらしいんです。で当時は電気っていうのがコンセントとかあるわけではなくてですね、まあ、家庭の中にこういう電気があって、その電気のソケットになんかこう例えばアイロンだったりとかくっつけてやる、そのソケットを二股にしたりとかいう特許を、まあ、松下幸之助は取ってたみたいです。その前に仕事をしててそこで発明して、その特許を取って、まあ、家族3人か4人ぐらいかな、弟じゃ妹と妹の旦那さんと嫁さんとで創業したかな。でその妹の旦那さんが産業かなんかの社長になるのね。まあそんな話ですけどね、ただまあまあちょっと音楽の話に戻りますと、この年ですね、赤い鳥が創刊するんです。児童文学というのが流行るわけですがね、鈴木明吉という方がもう自分の娘を溺愛してましてですね、でその娘にその文部省唱歌とかね、そういう文学とか見てもその子供には難しいし、子供視点ではないと、なんかその愛国教育的なものがあったりとかいうことで、もっと子供に合ったいい児童文学が必要であろうということで、赤い鳥という本をまあ創刊して、そして赤い鳥運動というのが行われます。それに賛同したいろんな詩人、まあ、北原白秋とか西条康とかがまあ参加してですね、いろんな詩を載せ、後にそれに曲をつけるようになり、童謡唱歌というジャンルが生まれるわけです。日本だけらしいんですね、こういう子供用の歌っていうのがあるっていうのは世界にないらしいんですけども、まあ、そんな、赤い鳥の初っ端の曲を一曲、カナリアという歌です。歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てましょうか。いえいえ、それはなりませぬ。歌を忘れたカナリアはせいどの小藪に行けましょうか。いえいえ、それもなりませぬ。歌を忘れたカナリアは柳の鞭で打ちましょうか。いえいえ、それはかわいそう。歌を忘れたカナリアは象牙の船に銀の鍵、月夜の海に浮かべる。ああ、忘れた
高かったね。ありがとうございます。まあ、この曲、まあ、すごいですね。あの 歌わないカナリアを、まあ、後ろの山を捨てようかと、小やぶに埋めようかと、柳の虫でぶとうかと、いやそれはかわいそうだしよっていうね。でもそんなことしなくても、まあ、こうおだててあげれば歌を思い出しますよというね、子供を教育的に作ったんでしょうけど、あんまり教育上いいか悪いかって言ったらちょっと難しいところがありますが、カナリアという曲でしたが、さてそんなあの赤い鳥運動の最中、もう一つの、ブームというのがですね、その帝国劇場の方でオペラとかをやってたのがあまりうまくいかないというか、その日本の国民というか民衆に馴染まなかった。で、まあ、どんどん失敗をしていくんですが、そこのスタッフなり役者さんたちがですね、ちょっともったいないとちゃんとやろうということで、浅草ロックにですね、いろんな小屋をどんどん作って、自分たちのやりたいオペラ、まあ、浅草オペラというジャンルができるわけです。まあ、そこでもいろんな歌がありましたが、まあ、ここで一曲庶民的な歌を一つ、コロッケの歌という。これでいこうかな。ララ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 ラ。ワイフもらって嬉しかったが、いつも出てくるおかずはコロッケ、コロッケ。今日もコロッケ、明日もコロッケ。これじゃ年がら年中コロッケ。あはははは、はこりゃおかしい。ラララララララ。嬉しかったが、いつも出てみちゃめったに帰らない、帰らない。今日も帰らない、明日も帰らない。これじゃ年がら年中悔しい。留守番、あはははは、はこりゃおかしい。ララ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 ラというこういう歌があったみたいです。コロッケの歌、それも結構じいちゃんばあちゃん好きでしたね。あのただこの時代に生まれてない人の方がほとんどですけど、なんか聞き覚えがある、覚えてると。でこの時コロッケってじゃあそんな庶民的だったのかって、結構そうでもなかったみたいですね。とんかつなんかにも高価だったって話もありますし、もともとフランス料理のティコロッケか、なんかそんな名前のものが庶民的になってコロッケになったみたいですが、まあ、こんな歌もあった。もう一曲、じゃあのその浅草オペラで人気だった歌を一つ、まあ、あの帝国劇場ができた時にですね、日本にテノール歌手っていうのがいなかった。そしていろんなオーディションかなんかやったんでしょうね。でドイツかなんかのローシーっていう方かなに、まあ、認められたテノール歌手が田谷力蔵という方。その田谷力蔵の代表曲として恋は優しい延べの羽。恋は優しい延べの花よ、夏の日のごとに尽きる花よ。熱い思いを胸に込めて、疑いの霜冬にもかせる我が心のただ一人よ。恋は優しい延べの羽でした。ありがとうございます。さて、そんな真面目な歌もあれば、あの、まあ、その時にあの意訳を、そのいろんな海外のオペラの曲とかをね、いろいろ意訳をした方が小林千川という方がおりましてですね、方々がまあいろんな面白い意訳をして、そういう庶民的な、まあこうオペラ、まあ、浅草オペラが広がったみたいですが、ベアトリーチェという歌をベアトリー姉ちゃんというふうに作ってですね、ベアトリー姉ちゃん起きなさいよ、父ちゃんが帰ったぞなんて、こんなような歌もありますけどね、あのちょっと難しいんで、興味ある方は検索して聴いていただければベアトリー姉ちゃんとあります。あの後に江野剣とか二村定一が歌ったりしてますが、その江野剣とか、あとまあ文豪で言うと川田康成とか、あと歌詞で言うと藤原芳恵とか、いろんな著名人がその浅草オペラの大ファンだったみたいですね。でいろんな方がその浅草に通ってオペラを聴いていたみたいです。まあ、やっぱりそういう歌をね、子供が歌うとそんな歌歌っちゃいけませんなんて怒られたような時代でもあって、まあ、当時90代ぐらいの、90半ばぐらいのおばあちゃんがね、言ってたの、じゃあどんな歌えばいいのよなんて言った時に、教えてもらった歌が一番初めっていう曲だったと。一番初めは一宮って言ったら知ってます？二の日光の東照宮、三は桜の宗五郎、四は信濃の、なんだっけな、大屋敷だったかな、善光寺だったかな、信濃は善光寺
5つは出雲の大社だ、6つ村村鎮守様、7つ成田の不動様で、8つ八幡の八幡宮、9つ神戸の高野の工房様で、唐が東京昇魂社っていうふうになって、まあ、その方は唐で東京、東照宮で、東照宮2回出てきてたけど、まあ僕であったからね、でも、まあ、そんなこうわらべ歌というか、そういう歌があったと、もともとその抜刀隊っていうその曲があって、そのメロディーに乗せて、まあ、替え歌をしてたらしいんですけども、結構、まあ、全国的にいろんな違う歌詞があったりして、広がったみたいですね。ただこの歌は、要は一番最初に一宮にって何をしたかっていうと、その子供が病気だったらしいね。で、子供が病気だったからいろんなお宮さん周りやったけどやっぱダメだったっていうような、まあそういう歌らしいですね。あと替え歌なんかで一列乱搬破裂して日露戦争始まったとか、まあ 1,2,3 と数え的にねやるような歌も流行ったみたいですが、さて、そんなところで次の、話題、1919年、大正8年、この時にですね、大手町で東京俸給生活同盟会というのが起きます。サラリーメンズユニオンっていう、まあ組合みたいなものですね。で、その時に初めてサラリーマンという言葉がまあ、できて定着していくみたいです。そして、先ほどの会社ですね、カルピスの会社が、まあ、今年にカルピスを発売、そしてコカ・コーラも輸入販売をしたみたいです。そして、街中に信号機の走りみたいなのができた、止まれとか進めって書いたのがパンパン光るというのが出てきたということですね。まあ、トラックとか車とかが増えてきたってことですよね。TGE トラックっていうのが東京ガス電気工業というところが作った、まあ、ガス会社が、まあ、その車を作ったみたいですが、そこのトラックがですね、軍用自動車補助法というところの試験に合格して、どんどんその車を作っていったみたいです。で、東京ガス その TGE が今の何だったいすゞだったかなんか確か流れがあったはず、ダイハツだったかあったんですけども、まあ、そのまだロシア革命が終わってですね、そのまあ戦争も終わってるんだけども、その 大戦もシベリア出兵の時に残ってた日本軍がその TGE に乗って大活躍してと、非常にそのトラック、まあ、車とその軍隊というのが、ね、結びついたということもあったみたいです。まあ、さっきそういえばサボタージュというフランス語からサボるという言葉ができたのはこの年だそうですね。そして先ほどスペイン風邪、まあ、インフルエンザが大流行したということで、島村宝月がインフルエンザで亡くなり、それを追うように松井須磨子も後を自殺をしたという年ですけども、ちなみに、先ほど赤い鳥運動の鳥、まあ、追い越せ、追い抜けという形でですね、斎藤佐治郎って方が金の船という雑誌を創刊して、そこに野口雨情が参加して、まあ、後に金の星というふうになるんですけども、同じ同様 のそういう児童文学書ができるということです。さて、東京の話題としてですね、もう一曲歌がありましたが、この年、大正8年に東京武士という歌が、どうも流行ったそうですね。これも演歌詞の方が方々で歌って流行らしたみたいですけども、東京武士という歌、聞いたことありますでしょうか。こんな曲ですね。このアメリカ民謡の替え歌です。東京の中枢は丸の内、日比谷公園料理前の定劇に、いいかめしやかたは警視庁、所管所在リバーサキモン、会場ビルディング東京駅、ポッポと出る汽車どこへ行く、ラーメンチャットラギチョチョンでパイのパイのパイ、パジコッポパンナナでフライフライフライ、東京で繁華な浅草は雷門中にせせん掃除、ハートポッポマメールおばさん、活動中2階花屋敷、寿司おこし牛天ぷら、なんだと昆虫ショーで女割りさん、釣りに小じきにかっぱらい、ラーメンチャットラギチョンチョンでパイのパイのパイ、パーリコットパンナンナでフライフライフライ、というまだこんな歌ですね。ありがとうございます。東京武士です。パイのパイのパイという曲でなんかいろんな方がカバーをしてますが、これが原曲だそうです。といっても、まあ、これもいろんな人が歌ってていろんなバージョンがあるみたいですね。まあ、ここで2番の歌詞ですね、活動12回花屋敷という活動って、まあ、先ほどの、まあ、活動写真、映画館が多かったみたいなのと、浅草に12階って浅草12階と呼ばれた建物があったみたいですね。慶雲行雲閣とかな、そういう名前の建物があって、まあ、浅草のある意味シンボル的なものだったみたいです。
ただあまり人気はなかったみたいですね。あの12階建ての建物を建てたんだけど、構造的に結構危なかったというか、エレベーターを作ったんだって、ね、でところがそのエレベーターが開業2日目に壊れてて、12階まで階段で登らなきゃいけなかったらしく、で、まあ、あんまりなんかね、最終的にはあんまりいいようになんか名物ものにはなかったけど、まあ、見た目に見えるからね、12階建てだと、まあ、浅草の名物だったのかもしれません。さて、昭和の合唱でやったりもんですかね。合奏だ、合奏。合奏、あ、今の曲、はいはいはい、東京星。昔なんかあの志村けんがね、ラーメンちゃったらぎっちょんちょんで、パイのパイのパイで歌ってたなと思って、これか、なんかあの紙芝居かなんかでね、これでやってたと思う。アメリカ民謡みたいな、ね。うん、さて、では1920年、大正9年にですね、まあ、史上初の国際平和機構ということで、国際連盟が創立します。まあ、その最中ですね、株価暴落、そして八幡製作所ストライクとか、まあ、先ほどの組合での日本初のメーデーと起きて、まあ、その今のなんかこういうその、なんちゅうかね、文化的なっていうか、そういうほら、その仕事、サラリーマンとか の, その組合的な動きっていうのが、この時からでき始めるんでしょうか。でもまあ職業婦人なんていう入る言葉ができてですね、まあ、女性が社会進出してきたみたいです。でバスガールだったりタイピスト、あと電話の交換所ですね、で仕事があったみたいですが、そして、東京地下鉄道設立ということですね。早川則次、あのそうシャープの創業者の早川徳次と同じ字を書いて早川則次って方が、まあ、大正の初めにヨーロッパの方が旅行して地下鉄を見て、これは絶対日本に必要だということで、日本に地下鉄を作ろうということで東京地下鉄道という会社を設立した。まあ、でも実際その地下鉄が走るのはもうちょっと後になりますけども、そして、この時にですね、OS 製図社っていうのが、できて、メンソレータムが発売されてます。後にその会社のメンソレータムをあのローとかねが買収して、まあ、あのまた違う形になったみたいですが、そんな大正9年ですね、先ほど野口雨情と、まあ、斉藤佐治郎が作った金の船で多分出されたんでしょう。この曲が流行ってます。7つの子ですね。っていうのでピンとこないでしょ、この曲。カラス、なぜ泣くの？カラスは山に可愛い七つの子があるからよ。可愛い可愛いとカラスは泣くの？可愛い可愛いと泣くんだよ。山の奥に住み来てみてごらん。可愛い目をしたいい子だよ。七つの子です。こういう歌だったんですね。我々ドリフ世代はもうカラスの勝手でショットしか覚えてなくてですね、この続きにこんな歌詞があったのも知らなかった、ですが、まあ、この歌ね、あの7つの子ってじゃあ一体何が7つだったんだろうかって結構ね疑問が残る歌詞なんですが、野口雨情 の, その、まあ、2回目か1回目か中の最初の子供かな、まあ、がなんかその多分聞いたんでしょうね。お父さんカラスでなんで泣いてんの。多分その時にとっさに出た言葉が、家に可愛い7つの子がいるからだよ。多分その子が7つだったんでしょうね、多分ね。そういう逸話がありますが、そんな歌でした。さて、では1921年、大正10年ですね、メートル法ということに統一するって気になったわけです。まあ、それでも今、例えば大工さんなんか、まだ一寸とかね、尺っていう、まあ、単位が残ってますけども、この時からメートル法というのができて、そしてアインシュタインがノーベル賞、物理学賞を取った年でもある。日本初のファッションショーが行われたりとか、まあ、サクラクレパスと今はありますが、サクラクレイオンという形で会社が設立しております。そして鉄道博物館が開設されたということですが、まあ、これがあの鉄道50年を記念してできたらしいんですね。まあ、思えば明治の5年に鉄道ができているから、この時も50年も経ったということですね。そして先ほど職業婦人というわけではないですけど、まあ女性の社会進出というのができてきた時に、恋愛の自由なんて言葉も流行ったみたいです。あの人妻の恋と女性歌手で、あの、なんだっけ、歌人で、柳沢白蓮なんかが多分流行したのがきっかけかもしれません。さて、その時のヒット曲ですね、いまだにやっぱり高齢者から人気のある曲として、先導小唄が出されています。俺は変わらぬ枯れ進
じお前も枯れすすき、どうせ二人はこの世では花も咲かない枯れすき、人気があります。高齢者の方ほとんどの方が知ってますね。まあ、この年に大ヒットした、まあ、野口雨情の作詞だった気がします。そんな野口雨情が、多分これも金の船というか童謡雑誌に出した曲で、これも未だに歌われている曲で、赤い靴というのがあります。赤い靴履いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃった、まあ、あと4番ぐらいはね、そこの呼ばれにしてますけどね。この歌もなんかどうもモデルがいたらしくて、実話を元にしたみたいですね。なんだっけ、みのちゃんとかいう名前だったかな、なんか名前があるんですね。でその方が、のお母さんがその、まあ開拓、北海道の開拓団かなんかに参加して子供を置いてって北海道に行った。でその北海道で野口雨情と知り合って、そのエピソードを話したから野口雨情がそれに想像を、まあ、膨らまして作ったみたいですね。その子供をそのなんかアメリカかなんか宣教師かなんか牧師さんに預けたらしいんですよ。そのなんかそういうなんですか、その保育所じゃないけどなんかあって、でそこに預けたんだけど、そのアメリカの宣教師さんがどうも国に帰ったって話を聞いたから、じゃあ一緒に連れてったんだろうと思って混んでたんですね、お母さんはね。でも実際にはその体が弱くて連れて行かなかったと。で小田原かどっかの施設に行って10歳かなんかで亡くなってるらしいんですね。まあというのが本当らしいんですが、さて、まあその赤い靴の話題です。では、続いて1922年大正11年ですね、ワシントン会議で海軍軍縮条約が調印ということですね。どんどん海軍、まあ日本のその造船業なんかどんどん発達してて、船を作ってて、まあほとんどなんかこう海外とかね、欧米だけに負けない軍艦を作れるようになってたんですが、まあ、あの世界会議というかね、ワシントン会議で、まあ、そういう海軍がその戦艦のをその歯止めをかけようとしたのかな、なんかそういう軍縮条約でできたと。ところが、まあ、日本軍っていうのがどんどんその対象外の軍艦バンバン作ったりとか、とにかくあの、まあ、その制限をどんどん無視していって、結局事実上崩壊するんですけど、これは。そして、まあ、そんなさなかに極秘のうちに日本共産党なんかも結成しているみたいですが、世界の話題としてはツタンカーメンの王がね、の墓が発見されています。あのカーターっていう、まあ、考古学者、もともと作家かな、がなんかカーナボン教という、まあ、その裕福、まあ、出資者というか、今という何て言うんですかね、その資産家みたいな人に、まあ、力をもらって、まあ、ツタンカーメンの墓が発見と。結構、まあ、商業的にいろいろあったみたいですが、今年なんか、ね、ツタンカーメンのなんか仮面が日本に来るかなんかでやってるみたいですけどね。さて、もうちょっと庶民的な話をしますと、グリコが今年発売、この年発売みたいです。まあ、あのキャラメルですけどね、なんかこれね、いろいろ調べてて、グリコのグリコって何から取ったっていうのを初めて知りました。牡蠣の栄養分でグリコーゲンっていうのが、そのグリコーゲンからグリコを、グリコーゲンのキャラメルということでグリコという名前で作ったと。森永に遅れることですかね。でも設立が大正10年みたいですね。あの合名会社江崎商店というところで作って、そして江崎グリコとなったということですが、そしてあと三井物産なんかがアメリカの洗濯機とかを輸入販売始めたりとか、アイロントースター、あと電気カミソリなんかね、そういう電化製品とかも輸入始めるみたいです。後にそれが文化生活の時に言われるような要因でございます。そして大正12年3月にマルビルが完成して、日本初の美容院なんかが登場。
そして小田急鉄道なんかもねできたりとかして、日本の近代化がどんどん行くところに、9月に関東大震災ですね、これで例えば先の赤い鳥金の船なんかもやっぱり、まあ、なくなってしまったりとかするわけですが、あの帝国ホテルなんかはフランク・ロード・ライトが設計した帝国ホテルは元なんか壊せなかったらしいんですが、その浅草の12階凌雲閣はもう見事にぶっ壊れたということで、そして、その震災後にですね、そのアパートを作ろうということでアパートメント計画みたいなのができ、そして道路整備とか、まあ、レンガ作りから鉄筋作りという形で、まあ、近代化というか都市化が図っていくわけです。ちなみに先ほど今流行ったあの船頭小唄なんかが流行ってね、その暗い歌が流行ったせいで関東大震災が起きたなんて噂も流れたみたいですが、まあそんなところで、その年の曲を1曲、月の砂漠。月の砂漠を遥かと旅のラクダは行きました。金と銀との蔵を置いて二つ並んで行きました。4番ぐらいまでありますけどね、お前は結構時間が迫ってきてるな、どうしようかしらみたいな、まあでもちゃんとやっちゃおうかしら、この月の砂漠なんかを作った人はなんか、どうかな、千葉の御宿海岸ってとこがね、すごいなんか思い出があるみたいで、そこをモデルにしたんじゃないかということで銅像ができておりますが、さて、1924年、大正13年ですね、東京に円太郎バスとか、まあ、大阪で円卓、まあ、タクシーができたと、円太郎、つまり1円で乗れるってことですよね。だからそういう意味ではその物価というかそのあれも変わってきたんでしょうか、金額というか単位的なものもね変わってきたのかなって気がします。早川徳次、そのシャープを作った人がですね、あの関東大震災で全部焼かれちゃって家族も亡くなって、それでまあ仲間と大阪に行って、それからですね、後にラジオ放送が始まるということでラジオ機を研究開発すると、そして、シャープという名前でですねラジオを後々出すんですけども、さて、大正14年普通選挙法が成立、そして25歳以上の全ての男子に選挙権が与えられることがあって、治安維持法なんとかもできるというところですが、まあ、治安維持法というのは結構またいろいろ波紋があったみたいですけど、なんか、まあ、そんなさなかですね、あの韓国併合というのはまあ大正のまで明治の終わり頃にやってますけども、その朝鮮総督府というのがこの年に完成して、東洋屈指の大建築物だったそうで、まあ、あの韓国もその時にどんどん近代化をしていたということでしょう。そして、東京、大阪、名古屋でラジオ放送が開始ということで、で、まあ、昭和の初の国産ラジオ、鉱石ラジオ、シャープ9というのが発売される。そして、地下鉄ができるんですけど、初めての地下鉄が実は仙台らしいんですね。だから東京より先に仙台ができてたみたいですが、あと、講談社からキングが創刊、そして活字文化というのが生まれると。キーピーマヨネーズなんかもこの年にできたみたいで、あと、まあ、当時の俳優さんですね、坂東妻三郎なんか、プロダクションというのを初めて作ったみたいですね。まあ、その時チャップリンとかハロルド・ロイドとかそういう人気喜劇役者とかも、いろいろ流行ったみたいです。まあ、いろんなこう創業している中で電力会社というのがいっぱいあったみたいで、その電力会社同士の電力戦というのもあった。例えば一つ の, そのこう、まあ、工場で1階と2階が違う電力会社から引いてたりとかいろいろあったみたいです。まあ、電気も火力から水力の方に移行していった、そんな年がこの年だそうですが、そうだね。で、まあ、この大正14年の、曲として雨降りお月さんと雨降りっていうのがありましたが、両方とも雨に関する曲ですね。あの多分雨降りお月さんが野口雨情ですね。で、金の船ではなかったかな、確か子供系の曲です。そして、北原白秋が雨降り、結構対照的な歌ですけど、まあ、2曲いきましょうか。まず雨降りお月さんからこの2曲かしら。雨降りお月さん雲の影、お嫁に行くと客れと行く、一人でからかささして行く、からかさないと客れと行く、
ャラシャラシャンシャン鈴つけた。お馬に揺られて濡れてゆく。雨降り大月さんです。ありがとうございます。この曲もなんか雨降り大月とかなんかいろんな題名が変わって今に当たりみたい、至るみたいですけども、まあ、考えたらね、なんでこの人は雨降ってる中お嫁に一人で濡れながら行くんだろうかと、結構謎が残る歌なんですね。雨降ってた月見えへんやろみたいなあるんですが、多分その野口雨情が子供に想像力をかきたてるようにね作ったんじゃないかと、思いますけども、逆にその北原白秋の雨降りなんかもう、もう子供が聞いて分かりやすいみたいですね。雨雨ぬれぬれ母さんが蛇の目でお迎え嬉しいな。ピチピチチャップチャップランランラン、まあ、こういう子供を誰か見ても子供の歌って感じですが、この間この曲ですね、この三浦マスターに聞くとですね、ピチピチチャップチャップランランランはどういった意味か、英語だそうです。ピッチ、要は上げるとか、チャップはチョップチョップ水を切って、ランは走るでランとということをなんか表現してるらしいですね。まあ北原白秋の実験的な試みでしょうか、英語だったのかなというところですさて、では続いて大正15年、まあ、大正が終わりの年です。1926年、まあ、実際でも大正の終わり明治元年というか、まあ、大正天皇が12月25日に亡くなってるんで、まあ、大正15年はほとんど1年大正15年ですね。この時蒋介石が共産党員を逮捕して国民党の実権を握ると、そして国民革命軍総司令官就任ということで、中国の方もね随分変わってくるというところでしょうか。そして関東大震災の方でね潰れた家とかを、まあ 救済するためにアパートっていうのができたんですけども、同潤会アパートっていうのが、東京向島中野里っていうのね、これで 青山表参道とかにアパートができると。でこの間上野かなんかの巡回アパートがね最後に残ってたのを取り壊すなんて新聞記事に載ってましたけども、青山じゃなくて表参道はまだ残っているんでしょうかね、なんか当時のアパートの形だけはリノベーションですね、うん、というのができて、でそこに本当にそのいろんな電化製品とかバルコニーがあって文化生活っていうのがあって、ある意味庶民の憧れ的な生活がそこにあったということでしょう。で国道15号が開通、そして東京ドーム円卓が登場、円卓そして円本っていうのもできた、1円でなんか買えるでしょうね。でそこにもういろんなその文学の総集、要は短編集みたいな感じで、まあ、手軽にいろんな文学が読めますよということで、活字文化もどんどん増えてくる。そして東京で電話の自動交換方式が始まる、まあそんなにメジャーではなかったんでしょうけど、まあ、始まったということですね。電話も開通した、青森から函館、そして東京から送料って無線電信でもできたということです。そしてこの時にトヨタ自動織機というのが発売する会社ができています。トヨタ自動車というのは実は車を作ってたわけではなかったんですね。自動織機という旗織機を作ってて、後に車を作る、その自動織機ができたのがこの年。そして東洋レーヨンか、まあ、現代の東レ、あとクラレなんかもできた。商品でいうと金柑とか明治ミルクチョコレート、ボンターメがこの年発売。この年の流行歌が、まあ、赤、共産党とかそういうこと、なんかそういう審判のこと。でシャンって言ったらドイツ語のなんか学生言葉で美人という意味だった。だから捨ててこシャンシャンというのは、まあ、捨ててこの美人って言ったらそういう意味だかもしれません。そしてラジオというのが始まって、それがまあ無線ということから、無線飲食することをラジオというふうに言ったらしいですが、そして12月25日に大正天皇が死去、そしてまあ後に昭和天皇、まあ、時の仁親王が25歳だったということです。というところで大正時代ガガッとやりましたけど、ね、ちょっと時間オーバーしましたけども、このじゃあ大正15年に最後に流行った歌を1曲いきます。この道です。この道はいつか来た道、ああそうだよ、アカシアの花が咲いてる、この丘はいつか来た丘、あああの白い時計台だよ。この道でした。ちょっと詞が間違えたかもしれません。という形でですね、
まあ、今日は時間オーバーしてしまいましたけど、ダダッとやりましたが、まあ、何でしょうかね、結構明治の頃に比べると大正の方が知ってる曲が多かったのと、やっぱりその児童文学の入りということで、唱歌系、童謡唱歌がやっぱり流行歌の中にいろいろ多かった感じがします。次回は昭和から、まあ、昭和10年まで行こうと思いますけども、まあまあ、なんか、そうね、です。最後に自分の曲歌って終わります。締めの一曲として、まあ、オリジナルの曲を歌いまして、それで終わります。共鳴です。嬉しさ、楽しさ、人を信じる強さ、誰でも、どこでも、心に秘めている切なさ、儚さ、分かり合えない辛さ、誰でも、どこでも、心に秘めている、寂しさ、認めたくない弱さ、誰でも、どこでも、心に秘めている。あなたと私の心の音楽、奏でているから、優しさ、愛している想い、誰でも、どこでも、心に秘めている、嬉しさ、楽しさ、人を信じる強さ、誰でも、どこでも、心に秘めている、嬉しさ、楽しさ、愛される喜び、誰でも、どこでも、心に持っている。ありがとうございました。お相手は中川智之でした。どうもどうも。